遅くなってしまってすみません。オーストラリアグリーンズのキャシー・ピーターです。グリーンズジャパンの緒方恵子さんとこのセッションを企画しました。もう少しマイクに近づいてください。はい。ということで、ごく簡単に今日の進行についてお話しします。この順番でお話しいただきます。まず、緒方恵子さんにプレゼンテーションを始めていただきます。その後がドミニク・ワイカナックさん、オーストラリアのグリーンズの方。その後が韓国緑の党のヒョンア・アンジェラ・オーさん、そして、サミュエル・コガラティさん、その後にオーストラリアのミシェル・シーサーさんにお話しいただきます。ではスピーカーの皆さんを温かくお迎えください。はい、ではケッコさんからプレゼンテーションがあります。福島原発事故に関わっていた方の代わりに緒方さんがプレゼンをするということです。こんにちは、グリーンズジャパンの緒方恵子です。今日は残念ながらメインプレゼンターの小笠原学さんが来られないので、彼のプレゼンテーションを私が代わりにお見せします。小笠原さんはチーム311を忘れないの共同代表です。後でお見せしますが、彼は福島県民を支援し脱原発を提唱するリーダーの一人です。今通訳の部分とプレゼンを調整しております。2011年3月11日大きな地震が北日本を襲い、福島第一原発が甚大な被害を受けました。この地図は土壌汚染を示しています。中央が福島原発、赤い円は原発から30キロの地点、青い大きな円は250キロの地点です。放出された放射性物質のほとんどは太平洋に向かって東に吹き飛ばされました。一部は北西そして南西に向かい、最終的に東京とその周辺に地域に到達しました。汚染レベルを赤、黄、緑で示しています。赤が最も汚染がひどい地域です。これらの地域はすべて放射性管理区域と同じくらい汚染されています。通常作業員がこのような防護服を着て働き、一般の人たちは立ち入りを厳しく禁止される、そんなレベルの汚染です。
しかし移転を命じられたのは半径30キロ圏内の住民だけでした。もしチェルノブイリ原発事故の措置が適用されていたとすれば、この灰色がかった緑色と青色の地域の住民は保養の権利をもらえたでしょう。水色と青色で示された地域の住民はより多くの放射線を浴びましたから、避難を命じられ、生活費の補助を受けたでしょう。これは甲状腺がんの手術で喉に傷がある子どもです。放射性ヨウ素は甲状腺がんを引き起こす可能性があります。事故後、福島の子どもたち38万人が検査を受けました。甲状腺がんは子どもにとってまれな病気です。通常38万人のうち患者は1人かそれ以下でしょう。しかし実際にはすでに345人の子どもたちが甲状腺がんと診断されています。しかし日本政府は事故との因果関係を断固として否定しています。この子どもたち、中にはもう成人している人もいますが、身体的精神的な傷を一生持ち続けなければなりません。チェルノブイリ原発事故と比較すると、日本政府の福島事故の被害者に対する支援が非常に少ないと言わざるを得ません。 ICRP は住民の被爆線量を年間1ミリシーベルトに制限するよう勧告します。日本の現実はどうでしょう。震災直後、年間上限線量は1ミリシーベルトから20ミリシーベルトに緩和されました。緊急事態だったからです。しかし驚くべきことに、この甘い上限は12年間も維持されています。年間20ミリシーベルトの被爆をしない限り、移住の補助金は出ないのです。被害者の家族の間に、うつ病、自殺、離婚、児童虐待などが増えていると言われています。今でも福島、特に山間部は深刻な汚染が残っています。汚染レベルは多くの場所で放射線管理区域を超えています。土壌汚染は100年以上続くでしょう。それなのに日本政府は住民に帰還を迫っています。チェルノブイリで言うと、強制避難と同程度のレベルの30キロ圏内、つまり黄色に塗られた地域でも、日本政府は避難指示を解除し、補助金を停止しました。グリーンズジャパンは、福島の人々を支援するため、自然の中でのびのび保養すること、安全な野菜を送ることなど行っています。また募金活動や脱原発を訴える活動も積極的に行っています。さて、放射性物質がどのように空中に散らばったかをご覧ください。大部分は偏西風によって何千キロも太平洋まで吹き飛ばされました。これに加えて、最近日本政府は
原発の排水を太平洋に放出する計画をしています。事故当時、核燃料棒は溶けてデブリになりました。原子炉とデブリを冷却するために2年間にわたり膨大な量の水が使われてきました。さらに原発地下に流れ込む地下水が汚染水の量を増やしています。凍土壁では十分に遮水できていないからです。そのため膨大な量の汚染水を処理しなければなりません。私たちは決議20で日本政府の海への排出計画に反対し、地下水の量を減らすこと、処理水の陸上保管を提案しています。アルプス高度液体処理システムによって水が、ろ過されますが、汚染物質を 100% 除去することはできないと私たちは知っています。アルプスによって一度ろ過された水、そのサンプルを調べたところ 70% のサンプルから規制値を超える放射性物質が検出されました。わあ、アルプスによって2回ろ過された水はどうでしょう。わかりません。なぜなら東電は汚染物質の総量を開示していないからです。さらにメルトダウンによって通常ない放射性有機物、金属、有害物質が生成されたということも分かっています。さて、トリチウムです。放射性物質トリチウムはアルプスでは除去できません。トリチウムは水素の同位体であり、有機化合物の水素を置換することができます。したがって植物連鎖で生物濃縮されるとより危険です。日本政府は処理水を1リットルあたり1500ベクレル以下に希釈するから大丈夫と言っています。しかし本当に安全でしょうか。 EU の基準は1リットルあたり100ベクレルです。福島の水にはその15倍以上のトリチウムが含まれるかもしれません。当たり前ですが、薄めても汚染物質の総量は変わりません。こういう人がいます。心配ない、トリチウムやその他の放射性物質は通常運転でも出ている。その通りです。いやいや、大問題です。しかし今日は時間がないので、事故が起きた場合の結果の話をしましょう。チェルノブイリのように人為的ミスが事故を起こす場合があります。福島のように自然災害が事故を引き起こすことがあります。戦争になればウクライナのザポリージャ原発のように、原発は簡単で致命的な標的になります。さて、事故の影響がどれだけ対処が難しいか説明しましょう。1068基の大型タンクに133万トンの排水があります。その中には通常運転で排出される放射性物質の400年分に相当する放射性物質が含まれています。海への放出ではなく他の選択肢を考えましょう。この地図を見てください。陸上に大型タンクを建設するスペースがあります。
また汚染水をセメントで混ぜて汚染物質をコンクリートで固め陸上で保管する方法もあります。国民の声はどうでしょう。漁業協同組合は福島の組合も全国組合も放流に反対しています。県内の市町村の大半は反対もしくは慎重配慮です。私たちは24万通の反対署名を集めました。太平洋諸島フォーラム加盟国、環太平洋諸国、中国、オーストラリアも排出に反対しています。今年4月、G7 環境省の共同声明で、日本の大臣が、G7 は処理水の放出を歓迎するといった表現をしたところ、ドイツのシュテフィ・レムケ環境大臣が反発しました。グリーンズジャパンは、福島で処理水放出反対するアクションを実施しました。東京でも、そして静岡でも行いました。最後に短いビデオをお見せしましょう。これは福島の市民放射の測定センタータラチネが作ったものです。彼らは放出前のトリチウム量を調査して放出後と比較するための基準値を出そうとしてみます、しています。ビデオを見ましょう。The Japanese government stated that they would discharge the nuclear wastewater after treating and diluting with seawater by the summer of 2023. Once they start, they allegedly will continue the discharge for at least 30 years.We survey our ocean ourselves to keep records about our oceans for our children. For our children. Umi は生命の源です。何世代にもわたって汚染のない海を保たなければなりません。汚染水を流さない決議20、太平洋における核廃棄物の脅威に賛成してください。ありがとうございました。尾形恵子さん、ありがとうございます。とてもいい情報だったと思います。質問もあるでしょうけれども、後ほどお願いします。この汚染水の放流が一旦始まると非常に深刻な状況になります。科学者の委員会が報告を出しました。これはこの分科会の後に共有いたしますが、実際報告で言っているのは太平洋に放出されるさまざまな放射性物質の量など十分な情報がないということ、透明性が全くないということです。次はドミニク・ワクネックをご紹介します。オーストラリア緑の党です。キャシー、ありがとう。私は敬意を表します。この時代の人々、この国の人々、先祖たち、今の国があるのはあなたたちのおかげです。オーストラリアは世界一のウランの埋蔵量があります。
主に3つの採掘場があります。すべてが我々ファーストネーションの土地です。我々はファーストネーション、世界に最初に現れた民です。私たちの土地、現在オーストラリアと呼ばれていますが、ウランがある土地のどの部族も夢の物語があり、ルールがあります。人が何も知らず土地に入し、ウランを取り出し、水を汚す。すると人々は死ぬ。動物も水を飲んで死ぬ。すべての物語はウランの危険を示す忠告です。だから我々はウランの土地に触らない、近寄らないです。我々は政府に危険があることを忠告しました。しかし彼らは聞きません。そこで我々は非核同盟を作りました。ほとんどはファーストネーションの人たちです。共同代表は、トリッシュ・フライル、今他のセッションに登壇しているので、皆さんによろしく伝えてとのことです。トリッシュ・フライルは緑の党の市会議員です。そしてオーストラリア非核同盟の共同代表です。また私と共にオーストラリアファーストネーションネットワークの共同代表です。トゥリッシュの自治体政府がアボリジニが川で魚を取る場所に核廃棄物施設を作ろうとしました。世界でも最大級の人工物です。トゥリッシュは反対運動を始め成功しました。反対運動の前には 60% が施設建設に賛成しました。そこでトゥリッシュはアボリジのコミュニティなど人々に訴え、啓蒙活動を行って 95% が反対に変わったのです。トゥリッシュよくやった。トゥリッシュはこれを踏まえて市会議員に当選しました。 95% が反対に変わったからです。イギリスとオーストラリア政府は、核実験を行いました。人、動物、植物、土地が被害を受けました。現在オーストラリア政府が原子力潜水艦を購入する契約に入ったと言われています。アメリカ、イギリス、オーストラリアの安全保障枠組み AUKUS AUKUS の下でオーストラリアに原子力潜水艦を配備すると言います。計画では5隻3580億ドルもかかります。オーストラリアは核に取り込まれています。アジア太平洋、特に海を取り巻く国は懸念しています。先ほど話したように原爆実験がオーストラリアのマラリンガで行われました。その時は黒い霞が砂漠を吹き渡ったと言います。人々が核の黒い霞に吹きつけられ被爆したのです。人々が核に強く反対するのは原爆実験に巻き込まれたからです。私たちアジア太平洋の人々は世代を超えてトラウマを持っています。もちろん広島、長崎に原爆を投下された日本人もその子孫も核実験の被害を被った太平洋の人々も子供や孫や幾世代にもわたって核の影響を受けます。
太平洋の人々はその土地に頼り、その土地の太平洋の人たちだけでなく、その土地に頼り、土地の作物を食べる人々だからです。昔からファーストネーションの言葉があります。トゥリッシュが書き留めました。毒に対する教訓です。反核運動の中でトゥリッシュが伝えました。ブンダ毒に触るな、関わるな。他の土地の部族にも共通しています。ここは病の国、長くいると病気になる。ウランと放射能が健康を害する、それを警告しています。黄色いケーキ、ウランの国、病の国に来るな、行くな、毒だから。もし近寄るとことが起こる。多くの場合人々が死ぬ。太平洋について、恵子がプレゼンで言ったように、我々は日本政府の計画に反対しています。日本政府が太平洋に放射性廃棄物を投棄しようとしています。我々は太平洋の国、発展途上国です。オーストラリアは幸運にも OECD 国ですが、ほとんどの太平洋の国々は生活のすべてを海に頼っています。海は文化につながっています。福島から放射性物質が太平洋に届きます。大丈夫、汚染といっても安全なレベルだと言うかもしれません。それは違います。科学者の中には立ち上がって日本政府と全く逆のことを言う人がいます。安全ではない、汚染が予測される。恵子のプレゼンでもあったように、日本政府は福島の汚染が続いている地域にも帰還しろと言います。とんでもないです。まとめますと、トリッシュの運動の中で子ども言葉を使っています。イラティーワンティー、ブンダブンダ、毒に関わるなという言葉です。スクリーンのチャットを消してください。私とは関係ないですね。では言いかけたことを言います。ファーストネーションの視点、太平洋の人たちの視点を尊重してください。太平洋の海の文化を守ってください。ウランの警告、汚染を警告する言葉はこうです。オーストラリアは毒の国、関わるな、土の下に留めよう。皆さんご一緒に、土の下に留めよ。ありがとうございます。綴りを知りたいですか？イラティIRATI 最初の言葉、イラティ、ワンティは WANTI、
意味は毒を、毒類に関わるな。ドミニックさん、ありがとうございます。ファーストネーションが受けた影響を聞くのは重要です。オーストラリアでも太平洋でも、また、幾世代にもわたって影響が続くことを知りました。次は韓国緑の党のヒョンワ王さんです。福島から汚染水を放出することに強く反対する意見を述べてもらいます。こんにちは、私はオーヒョンワです。韓国緑の党の脱原発委員会の共同委員長です。現在、韓国ではこの問題、大変大きな問題です。しかし、この分科会であまりたくさんの韓国人が来ていないのは、残念ながら今同時に韓国緑の党の会議が開かれているからです。はい、韓国ではこの福島第一からの汚染水の問題、大変大きな問題になっていて、毎週デモがあります。先月アンケートをした結果、 85% の韓国人が福島汚染水の放流に反対していました。もっとも伝統的にずっとその脱原発の反対運動をしている人たちだけではなく、現政権に反対する野党や伝統的に反米や反日団体もこれに加わっている状況はあります。ただ全員が汚染水の放流に反対しています。先月韓国政府は汚染水放流前の浄化施設アルプスを調べる視察団を派遣しました。そしてアルプスが正常に機能しており、放射性物質の濃度が基準以下だと発表しました。これは日本政府は IAEA の発表と同じです。しかしある原子力の専門家は、汚染水を飲んでも大丈夫だと言っており、アメリカも事実上黙認しています。しかしその通りなんでしょうか。放射性物質、放射の基準値とか被曝限界というのは安全性を担保する数値ではありません。長期間にわたって30年50年渡って被曝を続けても、安全であるかどうか確実にすることはできません。おそらく大丈夫でしょうということは、これはわからないというふうに言うべきであって、安全だと言うべきではありません。国は安全基準を上げたり下げたりします。例えば福島原発の事故の直後、日本政府は労働者の年間被曝基準値を 2.5 倍に引き上げました。このように基準値の抜け穴はいつも見られます。基準値は科学的でもなく安全を保障するものではありません。第二に、この問題は世代間の正義の問題になります。さっきの言ったように低線量被曝は決して安全だと断言できません。2020年代に生まれた若者が乳幼児期や青年期に30年間も低線量被曝をする、この問題は、例えば1960年代の人が生まれの人が被曝するのとは全く違う問題です。
30年後に責任を負うことができないんであれば、そのようなことはするべきではありません。第3に、汚染水の放流を今公的に認めてしまえばどうなるでしょう。これは日本や韓国だけの問題ではなく世界中の問題です。核兵器やそれから原発からの廃棄物の問題がどうなったか、廃棄物の問題がどうなったか見てみましょう。フィンランドを除くどの国も、永久処分はできていません。核実験と原発で20万トンの汚染水がすでに排出されています。韓国からも過去 3、4年、福島汚染水と同じよう、汚染水と同じようなトリチウムを排出してしています。この韓国、日本が安心だというふうに、説得すること、大きな問題があります。廃棄物は一体どこに行ってしまうんでしょう。私たちは見なければなりません。原発が続く限り放射性廃棄物は出続けます。私たちは原発をやめなければなりません。世界中の緑の党が力を合わせて原発をやめる運動の先頭に立ちましょう。ありがとうございます。ひよまさん、ありがとうございます。放射性物質の廃棄について韓国緑の党と韓国国民全般の立場を知ることは重要です。次はベルギー下院議員のサミエル・コゴラティさんです。ヨーロッパの状況について話してもらいましょう。こんにちは、皆さん。皆さんとご一緒できて嬉しいです。皆さんの前でお話しすることは光栄です。あ、失礼。私はベルギーの小さな町ウィの出身です。ベルギーに2カ所ある原発のうち1カ所の近くです。原発の近くに育ったということが原動力となって、私は緑の党の活動を始めました。14歳の時です。私は市会議員として10年以上務めました。原発問題に取り組みました。そして連邦議会に4年います。嬉しい報告は、ベルギーは7基ある原発のうち5基を廃炉にすると初めて決めたことです。大きな変化です。緑の党や南から北まで全国の人々と共に活動したおかげで連邦政府が廃炉を決めたわけです。皆さんが応援してくるのは嬉しいです。正直言うと、私たちは大変難しい状況にあります。ベルギーにはたくさん障害物があります。私は連邦議会でたった一人の原発担当議員です。やっているような気がします。15年前は左翼は脱原発に賛成でした。しかし今は違います。社会党でさえ新しい原発を推進しようとしています。小型モジュラー原発のように。ですから我々は全く孤立しています。今原発はいわばリバイバルの段階にあります。推進型のロビーストは、
原発業界は気候変動を理由に使っています。数年前はそんなことはなかったのですが、まず緑グリーン、ベルギー緑の党が原発に反対なその第一の理由を言います。ここにいる人たちには前には言うことを言うまではありませんが、原発、それはまず、燃料がダーティーだから、汚いからです。私は燃料保管庫の近くにいたので不安でした。使用済み核燃料その他の放射性廃棄物をどうするのか、方法がありません。原発業界も現実的なプランはありません。30万年も保管することを考えてください。何世代も何世代もにも渡って管理するのです。それほど長期間、それほど多くの世代にわたって影響を及ぼすことを一体議会が決められるのでしょうか。私は連邦議員としてためらいを感じます。ロビイストがプッシュしようとしている唯一の方法は地理的に保管場所を探すこと、フィンランドやその他の国です。しかしそれは莫大なコストがかかります。原発業界は 1% しか手当てできていません。大きな問題です。私たち思うのは原発、汚染物質は汚染者がコストを支払うべきです。また事故の場合の保険を考えてみましょう。事故になった場合、保険は莫大な費用がかかります。皆さん、車を持っている人は保険をかけますね。民間の保険会社のベルギーの原発は民間の保険会社がその責任を引き受けることを拒否しています。事故になったら莫大な額が必要となるでしょう。民間の会社は銀行でも合理的です。彼らには心がありません。金のことだけ考えます。私たち緑と誓って、しかし彼らも原発に否定的です。責任を持てない、危険すぎる。結果として事故の時に必要なコストの 0.3% しか保険でカバーできませんでした。残りのコストはどうなるでしょう。我々国民が払うというわけです。廃炉の費用も高くです。初めて廃炉が現実味を帯びて分かりました。原発業界はいつもコストを楽観的に見積もります。その結果の廃炉のための準備金、彼らの準備金は全く足りません。またしても一体誰が払うのですか。国民です。儲けた金は業界が、廃炉の費用は国民が請け負うというわけです。ということで、莫大なコスト、莫大な危険性、だから私たちは強く原発に反対するということです。ですから、緑の党の主張に、理があります。原発に反対する人だけではなく、再生可能エネルギーへの移行は理があり、実現可能であり、
真剣であります。心から思います。ここにいる皆さんと協力し合いたい。特に、日本の皆さんと、脱原発担当の唯一の連邦議会議員として、福島からの汚染水放出についてビルギーの首相は日本政府を支持しています。我々は連絡を取り合い協力し合いましょう。皆さんと協力し合い、情報を共有し合い、みんなで一緒に、議論し、そして活動しましょう。ありがとうございます。三宮さん、ありがとうございます。直接話を聞くことができ、そして引き続き協力して反対していけるということは非常に重要です。では最後のスピーカーです。ミシェル・シーサーさんです。彼女は反核運動に長年南太平洋においてかかってきました。フランス人がレインボーワリオモリア号を爆破した時にも関わっていらしたということで、素晴らしいお話が聞けると思います。キャシーさん、ありがとうございます。キャシーさん、ケイコさん、このセッションを企画していただきありがとうございます。非常に難しい厳しい時期ではありますが、このお話をしていければと思います。パワーポイントが投影されるまで待つ間に、サミュエルさんが言っていたことに関してお話しますと、原発推進派が言っていることの嘘を暴くということが重要だと思います。オーストラリアやカナダなどでも採掘されているウラン、これをよく考えてみると、実際に燃料棒にして、そしてエネルギーとして使っていく中で、使われた後も貯蔵していく必要があります。そしてプルトニウムになった後は核兵器として使われる可能性もあります。ですので、現在ヨーロッパの政党が原発を推進していると聞いて非常にショックを受けています。ただ単にその燃料サイクル一部だけを見るのではなく、全体を見る必要があると思います。それから条約、南太平洋非核条約という条約が締結されており、そして核兵器の実験、マーシャル諸島やビキニ環礁で実験を行うことに反対する、また核廃棄物を海洋投棄すること、こういったものに反対する条約があるということを覚えておかなければなりません。一つエキサイティングな話としては、タヒチの独立派独立派が5月の選挙で大勝しました。そして独立運動というのと、フランス領であったタヒチが独立していくということと、反核というのは特にアメリカがこの地域で核実験をしていったということから反対しているということは非常に深く結びついています。スライドが出てきたようなので、もう少々お待ちください。南太平洋の条約の他に、ロンドンの廃棄条約というものがあります。キリバスが同義を核廃棄物に対して出すということを行いました。80年代90年代のことで大きな役割を果たしました。廃棄物が海洋に投棄されるものを、
海洋に投棄されないようにするということで、当時は樽のようなものに詰められていたので、その頃からすると随分変わったなと思いますが、そのような条約があるということも覚えておく必要があります。では早速ですが、核実験というのは地上で行われるので、汚染は地上で起こります。ビキニ環礁では黒い雨と呼ばれました。これはまた別の環礁ですが、アラスカでも核実験は行われています。しかしこの放射性降下物というのは南太平洋全域に降下しました。ですので、今回の日本の海洋投棄物というのは韓国やアラスカなどにも影響を与えます。ビキニ環礁での核実験に関しては、この時はまだ汚染された土地に住んでいた人たちがいたので、避難をさせるということをしていました。これが1984年のことです。核実験が行われてから何年も経っても問題がありました。次のスライドお願いします。こちらは核実験の様子を示したものです。こちらがムルロア環礁ですが、地下の実験をするということから考えると理想的とは言えません。通常は60メートルから80メートル地下で行う必要があります。アメリカの場合はネバダ砂漠で行われるんですが、核実験禁止条約が現在ありますので、しかしながらそれ以降パキスタンなどは核実験を行っています。また南アフリカというのは唯一核実験施設を閉鎖した国です。ということで、汚染は水中にも広がってしまいます。地下で核実験を爆発させたことでできたクレーターがこのようにできています。ですので、地下というのはこれは核廃棄物を格納しておく場所とも言えません。183回の核実験が行われました。同僚でポルトガルの人で、身近な人を亡くした人もいたりします。グリーンピースは活動家の精神を発揮し、あまり巻き込まれないようにするということもしていましたが、核実験が行われる場に出かけていき、反対を続けていきました。私自身、核実験の場所、ムルロア環礁の96年の実験の時に関わっていました。レインボーマリア号1号です。現在3号に登場しています。こちらオークランドの港です。基本的に爆破されてもまた新しい船を作って抵抗するということをしていきました。その何年も後に広島に行ったんですが、広島市長は核実験が行われると、その行われた国に対して電報や手紙を送って実験に反対するということをしているそうです。私自身ムルロに行った時に広島市長から反対の意が示されていたということを後ほど知りました。こちら1985年の1月10日の写真です。当時はグリーンピースのアクティビストで、その後グリーンピースインターナショナルの一員として武器禁輸に関わるアクティビストになり、ディレクターになり、そしてその後キャンペーンディレクターになりました。はい、次、興味深いことですが、翌朝オークランドの人々はフランス人がやったに違いないと言っ
ていたんですが、私たちは証拠が必要だと言っていたんです。ニュージーランド警察は徹底的に調査し、そして DGSE フランスのシークレットサービスが爆破したということを突き止めました。そして逮捕しました。良い話としては核実験は終わったということです。初期の段階は抵抗している私たちに対してこう唾を吐きかけられたこともあったんですが、それは日本大使館の前でやった別の抗議の時でしたね。フランスの大使館の前でこういう行動をしたりしました。 90% 近くが反対しているんですが、実はオーストラリアからウランをフランスに輸出しているということがあって、政治的には反対していても、文字通り原発の燃料を提供していたんです。そして、そのウランというのはインドだとか核兵器を作っているような国にも輸出されています。ということで、福島の今の問題に戻ってきますと、原発というのは通常川や海の近くに建てられますというのは多くの水が必要だからです。ですので、通常の運転をしている原発も排水を放出しています。そしてその排出の量は非常に膨大です。いろいろな条件条約があり、日本が締約国となっているロンドン条約だとかもありますが、こういったことに関して他の組織から法的アドバイスを得るということは重要だと思いますけれども、グローバルな規模で海洋に投棄してしまう、廃棄物を投棄してしまうということが前例にならないようにするということが非常に重要です。ぜひグリーンピースの仲間とも一緒に連携していければと思っています。ありがとうございました。ミシェルさん、ありがとうございました。非常に興味深い歴史をお話しいただきました。おそらく皆さんもあまりご存知なかったのではと思います。いかに実験が行われてきたのかということ、あまり知られてないことだったと思います。少し質問を受け付ける時間がありますのでお受けします。マイクのところまでいらしてください。もし質問があれば手を挙げてパネリストに質問してください。ズーム用のマイクまで来てください。あるいは質問を言っていただければ私の方で繰り返します。やはり前に来ていただけますか。質問がある方は並んでください。質問ではなくて、パワーポイントの資料をいただけないかというお願いです。ありがとうございます。では前にお願いします。素晴らしいプレゼンテーションをありがとうございました。興味があってお聞きするんですが、ヨーロッパにおいては緑の党の中でも原発推進派がいると聞いているので、内訳として賛成派反対派どんな感じなのか教えてください。あと私からヨーロッパ議会で原発を EU タクソノミー上で、脱炭素に貢献するというふうに定義づけられました。なので、本当には原発はグリーンではないということを説得していくにはどうしたらいいでしょうか。というのはこれはアジアに対して大きな影響を与えているからです。原発推進派は EU でさえ原発は再生可能エネルギーだと言っているではないかというので言っているので、それに対する反論としてどんなことが言えるか教えていただければと思います。私の方から質問ではなくて、聞こえますか。質問ではなくてコメントがあります。プレゼンテーションの中でも触れられていましたが、
その被曝量の基準に関して基準以下だから安全だということがよく言われます。チェルノブイリを受けて汚染された地域が残っていますが、これに関して通常基準が使われると、これは一時的に被曝する量の基準を定めているに過ぎないんです。そしてチェルノブイリ事故のあと、マイクロレベルの被曝量は非常に低線量でもある、低線量であるけれども、10年20年と長い期間被曝していると人の健康や動物の健康に影響があるというデータがあります。あまり英語の文献にはなっていませんが、興味があればこういった資料を共有できます。その基準以下だから安全という人たちに対しての反論になると思います。素晴らしいプレゼンテーションありがとうございました。サミュエルさんに質問です。何か理由があってベルギー議会は日本の汚染水放出に賛成したんでしょうか。排水の放出に関して他の状況下ではどういうふうな判断をしているんでしょうか。ではサミュエルさんの方からいくつか今あった質問にお答えいただいてよろしいですか。ご質問いただきありがとうございます。素晴らしい質問いただきました。まず最初、なぜサハが、少なくとも緑の党が原発を支持しているのかという質問に関してです。ヨーロッパにおいてですね、正直なところそれほど多くはないと思うんです。正式に原子力エネルギーを支持しているところはあまりなく、フィンランドは非常に声が大きいので目立ちますが、他のヨーロッパ地域を見てみますと、フランス緑の党でさえ、フランスは原子力にかなり依存しており、電力の 70% が原発で賄われていますが、フランス緑の党は完全に原子力に反対しています。ですので、そこまで楽観視できないかもしれませんけれども、でもそこまで悲観することもないです。ただ誘惑というのは常にあります。緑の党の中の仲間でも原発をサポートする人、したくなる人もいます。古いタイプの緑と、そのレインボーモリア号に乗っていたような人たちと、より近代的で科学的な、そしてテクノロジー重視の緑の党ということで線引きされてしまうことがあるんです。合理的な議論ができる人たちというふうに位置づけられるんですね。そして気候変動が一番のプライオリティであるはずだから、ネットゼロ排出のためにその手段として原子力を支持するということがあります。しかしこれは非常に私たちを難しい立場に立たせることになってしまいます。黙っている人たちは、黙っているとサポートしてくれないということもあるんですね。そして右派の方からも批判されます。原子力に関する議論というのが急に大きな話になります。例えば雇用の話をする、そして労働組合と議論をしたりしてローカルレベルで話をすると、右派はこういうふうに言うんです。原子力発電所5基の廃炉をサポートするんですか、そうすると何千もの雇用が失われますよ、自分の町で雇用がなくなっていいんですか、あるいは気候変動が一番のプライオリティじゃなかったんですか、原子力はそれに役立つんですよというようなことを言われてしまいます。あとはエネルギー価格の高騰という問題もあります。ロシアがウクライナに侵攻して以降、エネルギー価格が高騰しています。こういったことはもちろん原子力というのは
侵攻の時も稼働していたんですが、政治的にほら見ろと、緑の党の言うことなんか聞いていると、エネルギー価格はもっともっと上がってしまうということを言われてしまうんです。なので非常に厳しい状況ではあります、政治的にですね。でもう一ついただいた質問にお答えしますと、ではどういうふうに対応したらいいと思いますか。ご質問ありがとうございます。それについてはまた別にお話できれば、セッションの後にでもお話できればと思います。でもう一ついただいた質問に関して、議会というのは全く気に留めていません。私自身が唯一日本のことを気にかけていたんです。外務大臣の答えとしては、 IAEA の報告書に基づいて国際機関として放射能を含んだ汚染水の廃棄を認めるということで、日本政府の方針を認めるということを言ったので賛成したということなんですが、私たちとしてはもっと独立した報告書が必要だと考えています。ありがとうございます。アジア太平洋のグリーンズの観点から、 APGF の観点から言いますと、 APGF として原発には反対するというのを政策として持っています。これは APGF の担当者が部屋の後ろにいますので、詳しいことを知りたければお声をかけてください。また台湾の方から質問をいただきましたが、原子力というのは、これはカーボンニュートラルでは全くないんです。原子力のサイクルを見ると、原発のサイトだけを見がちですが、その前と後のプロセスがあるんです。そしてすべてのステップがエネルギー集約的で、核廃棄物を生み出してしまいます。建設ですとか運輸、輸送のことを考えると、環境に最も悪い影響を与えるのが原子力です。そしてそうではないと思われているのは、グローバルな原発推進派がそういうことを言っていて、それを信じる人たちがいるからなんです。ミシェルさん、ありがとうございます。では残念ながらこのセッションはそろそろ終わりにしないといけないんですが、パネリストはおそらく残ってくださると思うので、何か質問があれば個別に聞いてみてください。ご参加いただきありがとうございました。